深夜にシャリアピンステーキを作ります。安い牛肉を1枚格子状に切り込みを入れます。漬け込みをするので昼間から仕込みましょう。ぶったたいて薄く伸ばしたら玉ねぎをすりおろします。肉にぶっかけたらコーティングします。ラップして冷蔵庫で半日寝かせます。なんだこれは、たまげたな。玉ねぎを拭き取ったら両面に塩コショウを振ります。フライパンにバターを落として玉ねぎのみじん切りを炒めます。塩コショウも忘れずに5分しっかり炒めます。白ワインを加えたら汁気がなくなるまで炒めましょう。鉄板に油をひいて片面30秒ずつ焼きます。ああ、いいっすね。玉ねぎをたっぷりかけてパセリを散らして、いつもの野菜も忘れずに。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。ライブ配信のやり方がいまいちよくわかりません。